時国は9時半を回りました嘘のような本当のは今週も始めていきます今週も東京からこの方来ていただいております<あ>おはようございます W.O. イースタの北条ですよろしくお願いしますそして今週もなんと素敵なゲストさんスタジオに来ておりますでは早速自己紹介をお願いしますえっと京都のマイズルから来ましたスポーツジムのワンフィットネスをやらせてもらっている古川です お願いします。よろしくお願いします。すごいですね。はい。二十二歳、二十二歳です。二十二歳。でジム系ですか。はかっこいいですよね。すごいですね。二十二歳って。いやねあの T シャツが UFC って書いてありますからね。これはあの格闘技が好きでちょっと着てるんですけど。実際にご自身もされたりとかは。 格闘技そ,そうですあの中学校2年生の時にあに k 1でちょっとあの劇的な試合を見て、はい、そこからあの今まで筋肉とか、あのー、は筋トレとかそんな得意じゃなかったんですけど格闘技の試合を見て筋肉ってすごいなと思ってからどこかのジムに通ったりとかはしてないんですけど、はい、まあ自分で考えたりとかあとは経験者の方にちょっと教えてもらったりとかして。うん なんやかんやでまあ五年はやっています。す,すごいですね。すすあと自分でいろいろ試行錯誤しながらみたいな感じ。ねはい、えー、京都のマイズル。はい、マイズルです。えー、はい。あのカニがめちゃくちゃ美味しいところなんですね。そうなんですか。<laughs> 私は間に入ると食べ物の話になってしまいますけどね。え <laughs> <laughs>、ね、でも京都っていったらまた魅力的な。 なんか場所なのかなって私も印象がすごいんですけど。今日、縦縦長なんだよね。京都ってね。舞鶴はあの結構みんなが思う京都なの。神社とかお寺とか、てきよりかは海に囲まれた。あの街なんで舞鶴は。まあ、日本海側です。あ、そうなんですね。どっちかっていうとね、あのこっち側。ですね。ちょっと下の方というか。そうそうそう。そのイメージがあって。ね。 そうですね。確かに何か京都に海のイメージがあんまり<う>なんてうんですか<ー>この第一印象としてはなかったかもしれないっていうところで、特急マイズルっていう電車になって、二時間ぐらいかな。かなそうですね、二時間。えっ、ー、と電車で早いやつに乗ると一時間半とかで,で、高速バスやと二時間ぐらいで着きますね、えー。で、まあ十一月の第二週かな。 はい、の金曜日にカニの解禁があって僕もね福井とかも行くし、はい、越前ガニとか、ねはい、い,いろんなカニ食べるんですけど新潟の,のカニも食べるんですけど舞鶴、うん、最強です。えー、ちだってカニを食べて甘いと思ったことありますいや かカニに甘いっていう言葉が <laughs> 甘いよ、ね、<laughs> 想像つかなかったんですけどうすねもう焼きガニがもうね甘くて香ばしくて最高に美味しいんですよ。はい、それで僕もねだから舞鶴って言われるとね甘い美味しいカニっていう <laughs>、はい、こういう印象があってうまあね本当に人もいい人たちが多くて、はい、あの年に何回かね行かせていただいてるんですけどねでそこで水素の説明会やってる中で,で<ー>お父さんなんかにもお世話になっていて。はい で、彼がね、今回、あのうん、ジムを立ち上げたっていうか、か、はい、っこいいねって、立ち上げて間もないんですかそうですね、あの6月の22日にオープンして、え<っ>あまだ、えーっと、そろそろ3か月に、ね、なるぐらいですね、<laughs> えー、名前、なんつうんだっけ、ワンフィットネスっていう、全部<ー>、英語で。はい マフィットネスというふうになってます。あれはあのどんなメニューがあるんですか。どんなことができるんですか。そう結構売り出しているのはまああのボクシングリングがありましてあの京都北部初になるんですけど<あ>もうあのすぐ試合もできるぐらいの広さで<ー>ちゃんとボクシングリングがあります。で毎週月曜日と土曜日に、うん、あの元プロボクサーで あの日本ランカー9位までいった方が、うん、あの教えに来てくれているので、はい、まずその本格的なボクシングのレッスンができるというのと、うん、あとはあの都会で今もう東京とかですごく流行っている暗闇フィットネス、うん、あー聞きますね店舗の電気を全部消してネオンとかミラーボールとかだけにして表情があんまり、うん、他の一緒に受けている人の表情がわからない、はい。 状態でもう集中して取り組めるレッスンうん、うん、クラブフィットネスをやってますねあれいいですよね、はい、あのなんつうのつらそうにしてるとか周りを気にせずっていう<ー>ところそう,、ねはい、そうそうなんかねパンチが格好悪いとかねそういうふうに思わなくていいもんね <laughs> はい、はい、女性なんかああいうのいいでしょ うん、確かにあのね私も周りの目がすごい気になる方<ー>なので、ね、なんかな、ね、このそのそパンチの例えばねフォームとか、はい、なんか体が硬いのでなんか、ねはいうん、とかっていうので,でそれを周りに見られるのをちょっと考えるとまた余計にそれで緊張してとかっていうのもあるのであ,<ー>あーすごいね自分の思うままに、ね、<laughs> できるってことですよね。 ある意味自分のペースでもできるあ、そうです。もうレッスン中とかはもう絶対に何回してくださいとか絶対にこうパンチを打たないとダメですっていうふうにはもう僕は言ってないので自分のできるスピードでできるあの動かせる体の範囲内でやってくださいねというふうに案内しているので結構まあスパルタって思われがちなんですけど自分の動ける範囲でやってもらってますね。ああそれいいですね。ねやっぱりねあの なんていうのずっとやってる人と、うん、あの久しぶりにやり始めた人と違うもんね、はい、体そ<は>うですねこの前ねあのギノワンのラウンド1に行って <laughs>、はい、ボーリングやってバッティングセンターやって、えー、でバスケットやったらもうヘロヘロになりました、ねうん、<laughs> すごいやりやす60のおっさんなんで、ね、<laughs> <laughs> 確かにヘろやりになるのはしょうがないんだけど <laughs>、うん これでもしょっちゅうやってたら結構いいなっていう感じはしてといんですよ。か自分のペースで通えてね,そうですね自分のペースでパンチ打ったりとかそそそしていいっていうんだったらいいよね。はいはい、強制をするとちょっとしんどいなっていうふうに思っちゃうのでできるペースでやっていったらそのまあモチベーションも上がりやすい気がしますよね。そうだよね せっかくだからね、あのまあ、立ち上げて、はい、いろんな意見を、ね、聞きながら、はいうん、研究しながら、よりいいメニューをね、はい、作れるといいよね。ここで一旦ちょっとを挟みます頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、<noise> WOOEAST 株式会社、電話番号 嘘のような本当のはお届けしていますえ今日もゲストさんを迎えてお届けしていますがまだジムを立ち上げて3か月、ね、<laughs> 立つか立たないかっていうところではい、はあ、すごいですねまたなぜ立ち上げようと思ったんですか 結構ちょっと長くなっちゃうんですけど、うん、あの父親があの現役の,あのアームレスリングの,あの腕相撲の選手で、はい、あの筋トレがすごく好きなんですけど<う>あのもう若い頃からあのジムをあのやりたいという風に思っていたらしくて、うん、であ僕は結構筋トレをやってくれって言われてたんですけど、うん、しんどいし、うん、ずっと嫌やって言ってたんですよね、<あ>中学校、目覚めるまでは。ストイックな世界だね で、まあ、まりだしてからは僕が筋トレにもうのめり込むのが早くて高校卒業する前になったらあのスポーツジムで働きたいというふうに父親に言って、うん、そしたらあのちゃんとしたところで勉強してきてほしいというふうに言ってもらって、うん、あの京都の舞鶴とはまた違うあの市内の宇治の方に引っ越して、はいまあ、専門学校に通いながらあの市場で 通勤1時間ぐらいかかったんですけどスポーツクラブで働いていましたいやそこがまあ結構いい雰囲気で働けてたんですけど、はい、あちょっと倒産してしまってあさあどうしようってなった時にあのいやちょっとまだ経験がまだ少ないけどちょっと挑戦という形でスポーツジムやってみようかっていうふうに家族で決まって、はい、そこで立ち上げというか。 オープンするっていうもともと、ね、<ー>僕がスポーツジムで働きたいって言った段階でなんか考えてくれてたみたいなんです、うん、あ後々、はい、こうなるだろうなじゃないですけど、はい、で僕は舞鶴に出てから帰ってくるまで、うん、56年はやらんとあのその父親の,その夢の手助けにもならんかなと思ってやってたんですけど 1>,、うん、1年半で帰ってきて。<laughs> 今結構あの詰めこ詰め込んで詰め込んであの勉強したりしてるところですね。なんかねあの私えっと先月かな行かしてもらってあの最新の機械がいっぱい置いてあるんですよ。であのうちの水素もねあの業務用タイプとかそれから通常の水素ボトルがバーって並んでたりもう最新鋭のあの肩甲骨のところをねバカって剥がすあの そう,そういう筋膜リリースの筋膜リリースマシーンになるんですけどそんなのがあるんですねでそうそう<っ>でどうだろうねマッサージ1時間半やってもらうより筋膜リリース10分やる方が、うん、の体の疲れは取れます、うん、体柔らかへえ、ね、筋膜リリースって最近よく聞くなと思ってたんですけど<ー>なんかそういうマシーンまであるとはそうなんですあの手袋をつけて手袋にこう電気を流して、うんはい こんふうに体をなでるだけですごい楽になるんです痛くないんですね痛いんですか痛くはないですねやってもらいました静電気がこうくる感じがパリッパリッっていうそれで余計なこう何ていうかね可動域が狭くなっす。筋肉の膜のところを徐々に徐々に剥がしていくんですそうするとね可動域広くなって もう柔らかくなるんです簡単にすごいガチガチの筋肉からすごい柔らかくなって動かしやすい筋肉に<ー>何百万円もする機材が置いてあるんですよ、はい、<laughs> すごいですね <laughs> すごいですよね最新鋭だよねそうですね最新鋭のみんな欲しがる機械が置いてある、うん、ねだからねすごいそうあとはそうですね珍しいのはあのー TikTok とかによく出てくるんですけど音楽がこうなってそのこんな形の六角形のミットを壁に貼り付けて的があるんですけどそれを光り出すところをリズムよく叩くっていうワンパンチっていうふうに調べたら出てくるやつなんですけど多分見たらあーってなるやつだと思うんですけどそれが結構バッと並んでたりとかして。リズミカルに こういいあじゃあできるやつそれで、まあ、ラッシュでバン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 打つ、はい、タイミングもあったりとかうんなかなかねあれも,もう楽,し楽しみながら、えー、そんんなのもあるんですねん楽しみながらうわーってこう集中していくみたいなうもう気づいたらもう30分ぐらいやり続けてる女性の方とかも<ー>いたりするので <laughs> 確かにこうリズムに乗ってやったりしたら時間忘れるというかうん,う、ね、なんかね だかね、ジムっていうと普通はね、ストイックにこう、男がグーみたいなやってる、うんはい、筋肉を痛めつけてみたいな、そんな印象あるんですけど、うん、なんかね、楽しくいろんなことができて、しかも最先端の機材が。うん、なんかそれいいですよね。ねうん、割合的には、今のところ女性の方が多いですね。あやっぱりでもなんか。6, 6対四ぐらいで。うん、え、あ、じゃあ結構いますね。はいはい、女性の割合。そうですね。へー。 いいいいや、いいと思ま30代からまあ50代ぐらいが来てくれてますねで残りの4割はの男の人とかはあのー、そのプロボクサーの方のレッスンとはまた別で自主練に来る中学生とか、うん、高校生とか<ー>あとは僕の、あのー、地元の友達とかが来て、うん、あのトレーニングしに来てくれてますね。うーん 入りづらいようなゴリゴリのマッチョはいないジムなので。<laughs> <laughs> まあね、ねその気軽にそういうのはあのボクシングジムに行ってくださいみたいな、ね <laughs>。確かに。でで <laughs> も楽しむ <laughs> 楽しんでやる感じです、ね。楽しんでね。はい。うん。で、ね、でも本当にあの初心者の立場というかね私もその同じまあ、女性でそういうジムとかあんまりわからないという立場からしたらそういう生きやすさ。 っていうところ結構ね重要かなって思うので、うん、女性が多いっていうのはまたねなんか魅力的だなって思います。で,すねでね彼があのいろんなこと詳しいのですごくね教えてくれるんですよ。うん、だからね質問しながらね、はい、どんなトレーニングしたらいいんだろうかとかあ,、うん、あと。 昨日なんかも、ね、話題になったんですけどね、うん、体幹トレーニングってなかなか今やってるところ<ー>そんなに多くないんですけど、はい、その体幹を鍛えるっていう、ね、バランス感覚とか体の芯の強さみたいなところがあって、ね、そうですねなんか、うん暗闇を受けに行って、うん、本当はちょっと筋トレもやりたかったみたいな人とか。うんうん が行くとあのミッドウォッチだけで終わっちゃったりとか、はい、サンドバッグ叩いて終わっちゃったりする、うん、ああほんま筋トレしたかったんやけどなーみたいな人が困らないようにうまあ半々ぐらいで分けて暗闇のレッスンをやってるので、はい、例えばスクワットやりましょうとか、うん、やり方わからない人いますかみたいな感じで案内させてもらったりもレッスン中にしてるので結構レッスン終わった後は、まあとはインスタグラムのメッセージとか。うん あとはもう直接、すごい分かりやすかったっていうふうに、パンチの打ち方も筋トレのやり方も言ってもらえるので、うん、ああ安心してきてもらいたい私もね、ね人生初めてのミット打ちを、インスタに上げたらですね、す1000回ぐらいアクセスされて、<laughs> このデブが、何をパンチ打っとんのみたいなね、いう感じで見ていただきましたけど、でもね、彼がミット構えてくれて、そこに、はい。 目いっぱいバチバチ、はい、打ち込んでだんだん本気になってって <laughs> 目いっぱい最後打ち込んでたんですけど <laughs> でもねあのプロレスラーの人から「はい、いやこれだったらいけますね出ませんか?」と言われて「デビューデビューですね」はい、だから教え方もうまいんですよこれありがとうございますいやすごい、うん、ぜひ、ね、行ってほしいですねはいじゃあ一旦ここでまた CM を挟み頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。w o o East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一嘘のような本当のはお届けしています。さあ番組も後半に入ってきましたけれどもえここでちょっとねそのまあ事務となんか。 水素の関わりみたいななところ、なんか水素も置いてるっていう話をさっきし、はい、してましたよねあの。父が先にあの水素を吸い始めててで、まあ、吸ってるのは僕、えー、多分大学いる時ぐらいから知ってたんですけど、はい、何吸っとるんやろうなみたいな感じで見てて<ー>で、まあ、これは水素って言うんやみたいな感じでこういう効果があってすごいいいやつを吸っとるっていうふうにへえみたいな感じで聞いてて。で こっちのジムが始まって、うん、まあ父親もその、まあ、トレーニングもしてるし格闘技も好きなので、うん、ちょっとあの組合をやってみんかっていう風に言われて組合というかグラ,グラップリングっていうんですけど、はい、この関節技やったり締め技やったりを、<う>あのパンチとかキックなしでやるやつがあってそれを僕はやったことなかったんですけど、うん、父親はやっててでやってる途中に <laughs> あ<の>僕が <laughs> 肩を怪我してしまって <laughs>。 <laughs> それで、あのー、悪いっていうふうに、んあのー、これ吸ってちょっとな直してみるみたいな感じでスイスのボトルを渡してもらってそこから吸い始めたんです、えー、そういういきっかけでそ,それを吸い始めたら、はいあのー、腰痛が、まあ、薄れていったり、うん、もう頭痛が僕頭痛持ちなんですけど偏頭痛うも,うもうきっぱりなくなったりとか、はいでまあ、あとはおばあちゃんが。 74か3の時にコロナになってしまってうもう危ないかなってなってたんですけど、はい、もう入院中にもうスイッチをってたらもう今ジョギング行くぐらい元気になってしまったりとかであと僕が最近あやっぱ実感あるなって思うのがう割と硬いサンドバッグを置いててジムに。はい、それを 4日前ぐらいから1日100発蹴るのをちょっとやってるんですけど、うん、多分普通にやってたらもう朝だらけになるんです<ー>結構硬いんですよ、はい、でその補助さんに水素の説明に来てもらった時に、うん、あのそういうなんかトレーニングの後とかに水素吸ったら腫、まあ、れとかは大丈夫になるよっていう風に教えてもらってたので、うん ちょっと吸ってみようかなと思ってやり終わった1時間後にいつも吸ってるんですけどまあ,んまあやっぱ硬いものを蹴ってるんで紫にはなるんですけど、うん、痛くないんですよ腫<ー>れたりしなくて、うん、あやっぱ効果あるなと思って、うん、面白しろ、ね、いですねえ実感してるんですね<う>実際そうですはいで湧いて出てくる活性酸素を捕まえて水素が水にしてしまうので、うん、疲れを感じづらいんだよねそもそもね <coughs> あの蹴ったりしてるから当然、はい、あの筋肉繊維もあの壊れたりするわけですけど、うん、その修復もめちゃくちゃ早いんで<ー>だから筋肉痛も出づらくなって、えー、さらに、まあ、断裂した筋肉の修復も早いんで、うん、だいたい筋トレって普通は3日に一遍ってて言われてるんですよ、うん、であの水泳の選手でね有名な選手、はい、うちの水素吸ってくださってるんですけど、うん、白血病だった方ですけどね。はい あのこの方なんかもやっぱりあの現場に戻ろうとしてずっと治療してたわけでも、うん、体がペラペラになっちゃってたのを水素を吸いながらトレーニング一生懸命やったら1年半でオリンピックに復活できたんですね、うん、こんなこともあってよく筋トレやる人には通常は3日に1っだけど、うん、水素吸いながらだったら2日に1っ筋トレしても大丈夫だよって言って,言ってるんですね。<ー>ですからあの 筋肉をつけたいときには壊して作る壊して作るを繰り返さないといけないので、うん、あの壊すことは必要なんですけれども、はい、壊した後に作るときに筋肉って太くなるんですよ、うん、それがまたねすごく修復が早いので、うん、だから短期間で自分の体仕上げたいとかいう人なんていうのは水素吸いいいながらやると特にいいんです、えー、相乗効果じゃないですけどまあその吸いながらやることでより そうですね。いい筋肉ができていく。あの吸い始めてから、家族とか友達とかにも、あれ、なん体大きくなったって言われ言われ始めたんですよ。なるほど、吸いその力が早かったね。体格が、そうそう、修修復作る壊す作る壊すのリズムが早くできるんで。 たまにこう会う人とかにに、うん、たまに会う人とかは体の変化にすごく気づくんですけどうん、うん、毎日顔を合わせてる友達とか家族に、うん、体の変化をこうなんか見られることってあんまりなくて今までの経験とかでもそうやったんですけどうん、うん、たまに3ヶ月後とかに会う人とかにその間も筋トレ続けてたらあ大きなったなって言われるんやったら、うん、ああ<ー>だみたいな感じなんですけど、うん、毎日顔を合わせてる人に言われるとあやっぱ。 水素すごいんやなみたいな感じで実感がありましたね,ねじゃあ実際にそれをじゃあジムに置いてるってことはジムを利用してる人も、はい、そうやって、まあ、吸いながらとかっていうのができるってことですね。えっそれは水,水放題会員とかあるの一応まだ9月から始めようかなと思ってるんですけど大体30分は吸ってもらわんとあかんかなというふうにして、うん、運動前と運動後の30分吸えるように。うん というのは今ちょっと考えてますね。いいねうん。いいですね。うん、ぜひぜひ、はい、ね皆さんちょっと気になる方あの利用とかなんか体験とかもできるんですか？はい、はい、できます。はいぜひねお問い合わせとかしていただけたらと思います。はいはい、じゃ最後も残りあと2分ちょっとになったので、はい、もう一度なんかジムのお名前とかなんかホームページとかあったりしますか？はい 今はインスタグラムからなんですけど、ワンフィットネスっていうジムになるんですけど、ワンは1、2、3のワン、そうです、そうです ONE に、フィットネスですね。でも最近はやっぱり、あれですよね、インスタで、そうやってなんていうんですか、ホームページ代わりというか、気軽に DM がもらえたりとかするので、便利ですよね。ワンンアダーーバドット ジムって調べてもらえるとアカウントが出てくると思います。うん、アイコンがあの白い背景に店舗のロゴが入っているので、はい、でちょっとわかりやすいかなと思います。うん、はい。ぜひぜひねあの、はい、今日この放送を聞いてくださった皆さんまずは調べていただいてフォローよろしくお願いします。<laughs> はい,い、はい、ということで今週もあっという間にお時間になりました。ねね早かったですね。ね<ー> <laughs> またぜひ。 お越しいただけたらと思います。はい、では今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。